はいじゃあ議論時間7分です。スタート。はい。お願いします。はい。お願いします。私は今回も黒いのん今回も黒今回は白ああ。今回は白い。違うね。でもいいですよ、最初。何もないの何もない。私本当に何もないです。シは情報がもうとっとと欲しい派ですね。はい。行きましょう。 出ちゃう,う出ちゃう、はい、サクッと出ておいで、はい、怖くないからい、ね、怖くないからせので出ておいで、えっと、結果す結果先に出白の人を名前を呼びましょうか白の人を名前呼びましょうかしてる人はい、うん、きますよ、はい、じゃあいきますよ321ブッチー白 何人出てきた何人出てた三人出た誰誰誰ちょっとあ洗っていいですか ?DD さんは僕はサイさんでした。サイさんしね、誰が ?DD さんが ?DD さんがサイさんしろって言いました。はい、中地さんが中んはぶっちしろ。ぶっちしろ。ラブさん。あと一人誰ですか はい。カオルさん、僕にしろだしです。多分。カレンさんに白です。ごめんなさいね。誰か知らえ、カオルさんが誰ですか。僕です。え、さん。なるほど。ちょっとごめんなさいね。あの誰かわかんないけど人狼人間今回やっちゃってますよ。人狼出ない方が良かったと思うよ。まあでも性能出してれしょうがないです。よそうですね。狂信者を信用しなかった人狼ということですね。ええ強じ強人。強人強人強人だよ。強人だよ。あそっか。あそっか。ごめんごめん。勘違いしてた。そっか。 あ私のあんな。でもんか。占いローラーしたら、名は足ります。全然足ります。ローラーもう確定でいいと思います。で、誰からつるかっていう議論にしたいですね。うんもう同時出しだったから。うんさっぱりだな。え。かおるさん誰って言いましたっけエスジ s さん。エスさん。さん。そうそうそう。え、メモったことないんだけどな。これ。忘れそうだな。 これ、占い師が誰をどう打ち明け見てるかとか聞いてみたくないですかそうですね、それぞれに聞きましょうかじゃ。打ち分けって何の打ち明けですか自分じゃないと。占いの構成だね。まあわかるわけないけど、あんまり情報がない。どういうことつまり、DD さん目線、カオルさんと中じゃどう見えてるかとか、中じゃ目線。どっちが人物ってことあ、そうそうそう、なんとなくそうじゃないかみたいな。 い,いや、そんなの分かんないですよ。いや、<laughs> 同時に出てるから、そんなの多分つかないと思いますよ、他の人う僕、マジで芯なんで、他の人の今、白って言ったことが本当に信じてないです。メモもしてないです。以上。 いや、それは別に白い人になんか根もってないは白い人なんそうなん。占い師じゃなくて、えっとグレーの人が占い師のおっしゃるどう見てるかとか。まあでも。それもね、多分ね、まあまあ聞いてもいいけど。や、聞いてもいいですよ。うん、聞いてもいい。みんなグレーです。みんなグレー。ブッチ以外は俺の中でグレーです。 アファイさんどうですうっちぇうぇチョイスチョイス中地信だと嬉しいけど、ムーブ的にはめちゃんこ強人だと思ってますね。でも、ローラーすれば確実に釣れ確実に二人海釣れますのでローラーも確定だと思っていて。であれば、私はローラーしていいと思います。中地も先生レイ媒イは出ないでほしいなイ媒イ出ないでほしい俺 霊バイシーに死んでほしくないから。それね、すっごい怪しい発言なんですよ。そうすかうん。かまれたらどうするんですかうらないを。じゃあ、らないを噛むわけじゃないんですよ。確率的に絶対当たらない。いやいやいや、絶対そんなことはなくて、ちょっと待って。 絶対当たちょっと中死んだったらマジで頼むぜ。本当にちょっとすげえ黒い人生だった。俺そういう人生だったから。中さん、ちなみに言うと、村から言うと、この場面って騎士が必ずいるので、霊能出たら初日は必ず守れるんですよ。騎士は吉谷さんじゃないから。で、そういう意味合いで言うと、出して確実に守れるから、えっと、ランダムで噛まれて、明日全くわかんないってなるのは、本当は怖いっちゃ怖い。下手で乗っ取られるのも怖い。 側のじゃあ出しちゃっていいんじゃないですか出しますうん、出してもいいと思います。出しちゃうけえ乗っ取りが嫌だ。うん。だから出して、これも性能の出ししてください。せーの。おじゃあ確定です。マジか、絶対長生きしねえじゃん、岩部さん。 しないっすね。ちょっと年を覚悟ですけど、私前回、攻めの人狼しないでちょっと後悔したんで、なるほど、なるほど。いや、連続ガードできないんすよね。連続ガードはない。あ、そうだから、ナイトさんに言いたいのは、私、さっきナイトだったんで、なんか、2番目のその黒・白判定を重要にするんだったら、ちょっといろいろその守る順番をちゃんと考えてほしい。そうですね。 るパターンもありますけどねでもね、1個言うと、えっと、今日、グース村なんで、たぶん、人狼は今日、岩渕さん、神に行く余裕は基本的にはないです。今日、守られたら縄が1個増えるんですよ。そうですね。あ、そっか。じゃあ、ちょっと、じゃあ僕、騎士なんで、いや、でもその上に噛まれたらどうするいや、噛まれないです、たぶん。僕、じゃあ、あえて騎士ですけど、岩渕さん、今日、守らないようにします。かさあ。 岸尾岸尾岸尾このタイミングでサラッとバジョウ岸尾え何言ってんだよいやでも岸カミングアウトって意味わからんじないですかだって意味わからんです、ね、あ、そうか漢字取ってくれる人はいないのかこれ <laughs> じゃあいいや <laughs> あのごめんなさいはっきりと反応してる人の方がおかしいですそうですよね反応してる人のがおかしいですねうんこれ今日ローラーじゃないですか 矢吹、ね、さんが例で出ていることから、<laughs> 僕自身はちょっと S 字さん結構白目で見てて、うん、なのでちょっと DD さんから行かせていただきたいなと思ってます。<laughs> えそれは僕とカオルさんの精査で何を僕を黒目に見てるんですかあ黒目に見てるわけじゃないんですけど、あの S 字さんがちょっと白いなと、まあ、発言とかから思っているんです。出、はい、してなないですよ、うん、僕じゃなくてさんさん,んと あの占い先の人たちが白いので、あそういうこや、それはでも僕にだって僕から行ってほしいっていう理由が全然説明されてないんですけどあの、それ以外に他の人から行きたい理由がないって感じですかね。まあ、占いの太鼓がもう一人いるのに何で僕になるんですか手にあ終わりました。おいいはい、行こはい。はい。そしたら。 えっと、投票順はさっきの逆にするんで、えっと、ごめんなさい、1番の吉屋さん消しますわ。1番の吉屋さん消すので、カオル・ヨシア、アサイ・カンナ、ディ・ディ・岩渕・アッチ・アツシ、ツノ・ナカジ・エスチにします。はい、じゃあ、カオルさんから40秒お願いします。はい、えー、っと、まあ、ローランス・ス するっていうことに基本的には賛成で、えっと、まあじゃあ私から見たら DD さんか中地さんっていうことになるんですけど、えっと、岩渕さんが白っていうことなので、まあ消去法からして DD さんかなっていう感じです。その他は本当今全然見えてなくて、ただ騎士の方は岩渕さんをとにかく守っていきましょう。 っていう感じです。以上です。はいじゃあ吉野さん。はいえっとあのそっかやそうですねえっと本当に DD さんが特に黒いわけじゃなかったんですけど占い先の方々の白要素の優先順位としてもう小規模で DD さんにと僕はえー、っと思ってました。ただそうですねちょっと と2票目を重ねるのまでではないので、うん、時点で僕自身が黒いと思ったのは、えー、中地さん、ちょっと強振っぽいですけど、岩渕さんとか結構白起きしやすいのかなと思うので、僕、中地さんに1票入ります。さ,さん <laughs> DD さんは、まあ、俺、白出されてるのもあるけど、なん,んなんか結構、作戦の提案でしてくれたのは DD さんかなって、<laughs> 市民寄りだったかなっていう。で、カオルさんは結構、ローラーしようって言ってはくれたけど、まあ、これ、ほっといても、分こうローラーにはどうせなったから、からなんかその、ぽく見せたオオカミなのかなと思って、俺はカオルさんに入れます。そうだだねカオルさんと思ってるもう 中地のシーンはないえーさんはいえー、っとまあえ全然3人がどうっていうのは今のところそんな,あのな誰が親命が高いとかって正直見えてなくてまて、あ、中地さんが岩渕さんにしろで初日のランダムだったのも別に。 たとえ人道サイド、標人サイ人,人外サイドだったとしてもたまたまだったんじゃないかなっていう見方を今のところはしてるので、表はばらしていきたいと思います。えっ、ー、と、どうしようかな。えー、っと、カオルさんに入れます。すみません。俺今、アッジー黒く見てる。DD さん。黒目で見てる。商標だから。はい。えー、っとですね。えー 僕は、まあ、占いの対抗の目線で言うと、まあ、色はちょっと見えてきたかなというのがあって、えっと、さっきるさんの発言がすごい気になったのは、えっと、自分以外の2人が偽なのにもかかわらず、えっと 中地さんの占いが岩渕さんで信頼できるからみたいなこと言ったんですけどそれが全然意味わかんなくて最高の占いがその信っぽいっていう意味はどういうことなのかなっていうのがすごい気になってっったその発言を他の村人の人には考えておく。 もらいたいので今ここで伝えます。もう一つ言うと、えっと僕はえっとカオルニオね。あちょっと長くなるからいやちょっと発射。で僕はえっと中地さんが黒だと思っていてえっとカオルさんが狂人だと思ってますので中地さんに一票入れます。はい岩渕さん。はいえっと。プリッツ二本出してる。中地プリッツ二本。私は DD さんに入れたいです。でまず中地さんから白だしをもらったっていうのがあるんでとりあえず。 中地さんには入れないいっていう決断と私 DD さんと意見一緒で実はルさんがその中地さん入れたから新芽みたいなのを言ってたんで自分いつから折らされてもいいっていう強靭じゃないのかなって思っててで<や>で DD さんは絶対に釣られるともし黒だった場合霊能から黒出しがされるので嫌なのかなと思って釣り先をこう動かしてるのかなって。 初日の釣り先を動かしてるのかなみたいな私の生存率があるうちにあの見られないようにしたいのかなと思って DD さんに投票させてもらいます D さん DD さんシン中瀬さん狼カオオカミ薫が強人だと思いますえっとなので中瀬さんに入れますけど、うん、中瀬さんの白先のブツイさんがグレーの中では一番白くて 一番黒いのはちょっと今の時点ですけど申し訳ないですけどヨシアさんかなと思ってます投票は、えー、中治さん <laughs> アツシ君、はいえー、今のところ DD さんがシン中治が狂人薫さん人狼の可能性が高いなって思ってますただ全然確定レベルではわからないですね 僕は岩渕さんが生きている間にできるだけ黒結果を見たいと思ってるんで人狼だと思う香織さんに一票入れておきます <laughs> ラストオルフはアッジさんか浅井さんら辺で見てます以上です角さんあいないんだ、えー、中地さん僕は DD さんに入れます直感っす <laughs>

人狼な老人だったら、夜襲撃で帰ル道あるだろ、えっとごめんなさい、3秒ずつで並んでるので、うん、ちょっと今、皆さんの話を聞いて、最初の方で話した人が投票先変えたいっていう思いもあると思うので、えっと、この票は捨て票として、えっと、とりあえず淳さんに入れます。<laughs> で、えっと、僕自身見てて、んなんかごめんなさい、これちょっとあんまりこういう話かどうかと思うんですけど、今のこの動きを見てて、中地さんを黒には見えないですよね。 もう強人で適当にやってるしか思えなくて。そうだね。俺カリン党で出すね。カリン党で。あのなので二人のうちのどっちか来るかなっていうふうに思っています。で僕は正直えっと白だし香オさんからしていただいてますけどもえっとカさんと DD に関してはフラットにです。カオさんと DD、ね。よしあさん。あよさんに投票してますよ。ね。あそっかそっか一番なくす、はい、なくしたのかすみません。はいじゃあ 弁明したからにするのか。だから、カオルさん、DD さん、中地さんの順番で弁明。え、カオルさんも並んでるんですか表ョ、うん。あ,あ、んで並んでる。えー、はい、じゃあ、スタート。はいえー、っと、まあ、疑われて叱るべきだと思うので、 えっとローラーをするって決めたんだったら、えー、と前回の反省もあるので最後まで、えー、とやりきってほしいかなって思いますはいえっ、ー、とナイトの方は頑張ってくださいですはいじゃあ DD さんはいえー、っとえっ、ー、と ま,あまずローラーって言葉をちゃんと受けとって、まあ、S 字がいるので大丈夫だと思うんですけど <laughs> えっと釣りを途中でやめるとか意味の分かんないことはマジでやめてください。<laughs> で、えっと、僕はもう占いでどっかの3日目までには死ぬはずなんですけどカオルさんがかなり釣りに対して容認しすぎてるのでやっぱり僕は中地さんが黒だと思ってます。であと中地さんと僕のえ占い対抗で言うと,、えっと僕はきっちりと考察を落としていけるんですけど中地さんが直感のみで勝負していくこと 今後の新占いとしておいて、皆さんは良いのですか <laughs> ということを考えて、この並んだ3票の中で誰にいるかを決めてください。中地の直感は強いからな。はい、中地さんは。DD さんはすごい考えですけど、僕は直感勝負ですから。でも間違えたことないんで。だ15年プロサッカー選手としてやってきたんで、<laughs> ちょっと今、噛みましたけど、<laughs> 勝負の世界できてる <laughs> つそういう面でやっぱ直感は鋭いです。 いろんな人のまばたきの回数とかを数えてあるからそういうとこ見てほしいです。なんで僕はなんで僕のことを信じてほしいよろしくお願いします。だこれしたはい、じゃあ、カオルさんだと思う人は1、DD さんだと思う人は2、中地さんだと思う人は3。カオルさんが1、DD さんが1。カオルさん1って出して。 <laughs> 皆さん決まりましたか <laughs> いきますよ。はいせーの !1 の人が1、2、3、2の人が1、2、3の人が2人なんで1番の薫さんですね。ごめんなさい、もう一回あれじゃないですか、占い師の人手を下ろしてもらってがいいですか、ね<俺> 1>, 1が3で3が3です、ね。あっちさん何あじさん2だから。あっさらに決戦だ。そう。ええなんでなんでなんで,なんでだって三三だ,だもん。と三三です。33です。ですあ三33だったんだ。そう。だから再決戦してください。はい、1と3で、アッジ,ジさんと、えっ、ー、と、誰だっけアッジさんは違う人に入れるっていうことですね。あと 2, 2ってあげた人は違う人に入れましょう。 てか、まあああっちぃさんが最終投票って言うのあっちぃさんがすればいいのかじゃあこれってちょっと一個質問なんですけどえっと僕も決戦入らないじゃないですかはいこの場合って僕の票ってどうなるんですかあか入んないんじゃないですか普通だったら多分うん。うん、オッケーですじゃあ2に入れた人はどっちかに入れましょうね中地さんかかおるさんお願いしますあもう一回全体で中地さん何番ですかかおるが1、中地が3 えでも別に、カオルさんと中地さんに今まで入れてた,た人も別に変えてもいいですもんね。もちろんもちろん。うん。今の見て。じゃあ、もう一回再決戦ということで、カオルさんだと思う人は1番、中地だと思う人は3番。はい。リリーさんは投票しないということで。はい。いきまーす。せーの。中地か。そしたら、中地だ。 はいはいはい、じゃあ、ジーさんカさんにニルたので仲地さんですね。で仲地さん有言をどうぞ。マルクフィナザプータカラーリオよね。はい、スペイン語でふざけんじゃないって意味です。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> アフタミに生まれてきたのに、俺を飛ばすってわけわかんないからね。<laughs> あ、はい,いや、やなたは後でよ。<laughs> 後で、後で言っても遅いから。もう、う <laughs> 俺勝ちに来たのに、みんな DD さんを信じて、はい、これも有言始まってるパターンですか ゆいご始めてるけどゆいごん始めてる始めてるけど俺もおこだよおこカウントはしてくださいで。めちゃくちゃおこですはいわかりました俺は真の占い師だったのに多分もうこっからみんなのあれをもう信じなくておいこカウントしてますか今してないなのでしてないけどもうわけわかんないから一緒大体で八人狼ぐらい八人狼ぐらいいるんじゃないかなはいわかりましたありがとうございましたじゃあいきましょうはいじゃあ再びおとろしい夜がやってきます そうねおい子ちょっとカウントしてほしいな。だら,だらけたくないな、村が。あいや、中地は俺、狂人だと思うけどな。俺、DD さん、死んだと思うけどな。中地の死あれで死んだったらやばいじゃん。もう、かき乱す。俺、今日、なんか、狂人ひ、もし引いたらって話をしてて、もし、狂人なんか引いたら、簡単だよ。とにかくかき乱して、ナース稼いだりすりゃいいんだよ、みたいな話を今,日今朝してたから。 まさにそのムーブでも二日酔いってやつもあるしあいつはシラフだったとてあんな時もあるから分かんねえマジでただ真の占い師だったと思っても結構戦力外通報だからねえ頑張りますいや強人だと思うんだ淳騎士ならどこ守るもしかしたら俺を守りに行くかもしんない結局霊媒は死のうが、ま、死なないが死まないが あの占いローラーラも決まってるから、うん、もしかしたらワンちゃんグッジョブ狙うかもしんないけどでアーマーした俺俺がアーマーしたじゃないでもかなりアーマーが見えすぎちゃったからさすがの人狼ェイも俺が騎士じゃないってことは分かっちゃってるから俺は噛まれない気がするな、うん、俺噛みに来たらだいぶ素人なんじゃないかなでもアンパイを取って えー、色を見るためにはやっぱ霊媒安排で守るのかな俺は騎士だったら攻めたいんだけどね本当はね俺もグレー守るそうあのオオカミでここで霊媒神に来るって相当ハート強くないと来れないと思うんだよねだって縄数が1個増えるってそれだけでめちゃくちゃ不利になるから人狼人間ってそんなリスクを犯せないだろうと思って俺はグレーであまあかましたなって思った人を 守りに行くかなで S 字さんなんでし俺 S 字さんは白いと思ってるのが俺がアー,マーした時エスジさんはめちゃくちゃ画面見てこうやって表情見てたのよねでこれでこれになんでって言ってる人の方が怪しいよみたいなこと言って結構みんなの表情を探してから S 字さんの人狼はまずないと思うんだよなで、えー、まあローラーって言ってるけどもしこれで黒結果が出た場合は俺は あの別にローラー仕切んなくてもいいんじゃないかって思ってるもうウルフを探し行った方が手っ取り早いからグレーを詰めていって占い師にも、えー、グレーあとはクロス占いとかさせたいクロス占いっていうのはお互いの占い師が白を出した人たちをお互いがまた占ってで、えー、パンダ状態にするっていうねパンダ状態の黒結果も出されてれば白結果も出されてる人のこといてまいるはいただいまただいまおはようございます はい、では、本日の犠牲者はエスジさんです<ー>はい、じゃあ、えすじさんはビデオとマイクオフにしていただいて議論時間スタートい<や>占い,い,ます占いあいや、待ってください、占いがで占いっき占,占い結果からじゃあ行きましょうか、うん、でえっと、せー出しお願いしますはい、お願いします、せーので、はい、せーのあさひさんしろあさひさん、えかおりさんがあさひさんしろで、ディディさんが よしやさんしろ。なるほど。ー例外結果はえっと、白でした。ああ、だよね。白、白です。俺、強人だと思ってるな。じゃあ、巨人。えっと、まね、かおるさん、なんで浅井さん、占なったんですかうんえっと、結構、えっと、さっき私のことを結構疑ってたんですよね、浅井さん。 ええまあグレーを潰したかったっていうのもっていう中でまああんまりこう私の方ことを狼って言ってる明言している人から占っていこうかなって思いましたで浅井さんが結構こうピシッと私が狼でえっ、ー、と DD さんが気持ちいいっていうふうに言ってたので占ってみましたでも DD さんが浅井さんを初日にしろって占ってたんですよ。うん だから、市民っぽくは寄りだったから別に、同じところなのは,はな、うんまあ、別にだめじゃないですけど、うんえっと、僕と対抗してる分、情報の落ちる量としては多少は少なくなるんですよ。うん、でも、いずれにせよ、まあ、そこは細かいところでもう言ってもしょうがないので、とりあえず浅井さんが格し廊になって、このまま占いのローラーが進行して、うん、で僕からしたら、えっと、もう吉弥さんが隠。あの 僕からしたらですけど、えっと、吉也さんが確定してので、僕はぶっちゃけ占い理由を言うと、えっと、吉也さんを別に強く疑って占ったというよりは、えっと、正直2番手で、アッチーさんの,その投票の動きがかなり気になっていて、アッチーさんに行こうと迷ったんですけど、あのー、まあそこはちょっと、まあ明日でもいいかなっていうところで、とりあえず最初に気になった。 えっと意見を述べていた、まあ、吉谷さん最終的には全然怪しくなかったんですけど、まあ、ちょっと最初のなんかこのままスルーしていくのは怖いなってことで占って志輪でしたカンナ。どっちが人狼だと思いまうんどっちがまあちょっと薫さんの方が怪しい気はするけどでも浅井さんをわざわざ占ってし城を作る人狼サイドだったらそういうメリットはあんまりないのかなっていう見方もしてる。 アッジーさんはどっちが白だと思います今質問に答えた後で一個質問をします。薫が強人だと思っているので、昨日からずっと。で、今、中地さんが結果白だったので、今ちょっと悩んでます。中地さんが一応真の可能性もある。全然ありますね。聞きたいことは。白じゃない 私の投票が気になったっておっしゃってたのはどの辺だったかないや、最初に僕を新名で見てたのに、決選投票で僕に入れた理由が全然分かんなかったんですけど、何がダメでしたか <laughs> ちなみに、え私あれ、違いました私、そっか、中地さんに入れてる。僕に一票<っ>入れた人、誰でした中地さんと薫さんと岩渕さん。初日は、あ、初日っていうか、最初の投票で<っ> DD さんに私入れたんですよね。 あ岩渕さんが入れたえ決戦ですよ。最初じゃなくて。決戦は、うん、2>, 2回やったのは全部カオルさんに入れてます。いや、決戦で1人だけ僕に入れたんですよ。アッジーさんが入れてましたね。うんだからアッちーさん入れましたよ。だから。多分、うん、そしたら番号把握ミスです。それがもし違うんだとすれば。あごめんなさい。私ずっと中津さんの投票のつもりでした。申し訳ないです。じゃあ、違いますね。まあ、それで黒目は消えないですけど、えっとまあ、そういうことであれば理由は分かりました。 いやわかんねえけど俺はカオルさんの方が人狼目に見てるかな多分本当に黒見つけてやろうだったら浅井さんはいかない気がするんだよなしろ作るっていうのはメリットあるけど見つけたいところだと思うんだけどな相方を。隠しろだから<ー>そういう意味では一番強靭っぽいかなと思ってるので昨日の白結果見てあれって思ってちょっと考えの僕がやってもた。 まあ椅子さんがし結果が白だったから椅子、はい、さんはえっと本物か裏切り者のどっちしかないからうんどうういことすっ中地さんが中地さんってオオカはなかったからなかったねさんは本物の預言者か裏切り者のどっちかだからカオルさんを裏切り者と思うなら中地さんが本物の預言者でリリーさんはオオになるそうなんですよだからちょっともう一回、ねね、ん悩んでる <laughs> えっと。 うんとまあ、もう一個、対抗の僕がやってもあれですけど、<ぁ>えっと、S 字さん噛まれてるのは、かなり自分を新芽に取りに来てるあの噛み方でもあるので、それはそ、ねえっと、多少拾った方がいい部分です。薫さんの白先が S 字さんだもんね。そうです、うん、<あ>そうです。あ、時間がないので、朗報があります。昨日俺、浅井さん守ってるんで、今日岩渕さん守れるんですよ。 だから占いローラーして一人色結果見れるんで誰がいいとか分ます。ただただちょっとそれはえっととてもありがたいんですけど、えっと僕からすれば結局占いの結果をもう一個落としたいので、はい。まあ僕としてはまあだったらどっちからでいい僕はカウルさん行きたいですよ。はい。だかどっちからでもいいですよとは言わないですよっていうだけで。ああ、僕は DD さん今だシ目に見てでも分かんない。自信はないですけど、アサイさん。 くかなって思っちゃった<や>なんかもっと怪しい人がいたからローラーは遂行しましょうお行こうー終了ですあ終了ですね、ま、はい,はいではエスジさんの次からでかおるさんからですねはいえー、っとまあちょっとここまで来ちゃって てるので、えっと、ローラー遂行するでいいと思うんですがうーん今グレーの人の中でそうですねちょっと吉谷さんが若干怪しいかなっていうふうに見ています。でちょっとかなさんはよくわからないですね。アサイさんは白っぽ 要素が多そうかなと思ってます。というか、まあ、占って白だったので。うん。はい、とりあえず、ローラーでいいと思います。以上です。はい、じゃあ、ヨシアさん。あ、DD さんってことでいいんですよね。え投票は投票 DD さんってことでいいんですよね。あ、はい。 はい、えっ、ー、とー、まあ、そうですね、ローラー、えー、なんです、ね、今ちょっとラストオフ、誰なのかなと思って考えていて、で、多分これ、まあ僕はちょっと初日間の流れで、DD さん、ちょっと本物目で見てるんですけど、芯を決めつくことってあまりできないと思うんですまあ中地さん、その芯があるとかっていう話があるので、なので、 ちょっとやっぱグレーのカンナさんとかっていうふうになっちゃうと思うんですね。だからそういう意味ではカオルさんが、まあ、一応対抗で白出されてる僕怪しいと言ってるのはよく分かんないですけど、うん、そういう意味でもカオルさんがちょっと怪しいと思うので僕はカオルさんに1票入れてます。ラストルーフはカンナさんと見てます。以上です。はいいささんカオルさんちょっと出現だっっっととだたです俺のことを白っぽいって だからまあとで訂正したけど予言したらもう俺白って出してったから、うん、白って言ったはずだから今のはちょっと人外で間違えたんじゃないかなと思うのでさんに入れますはいじゃカンドさん。 はい私も今財産と同じようなことを言おうとしてて白自分の占い先で白っぽいっていうのは間違いだったのかっていうのとあと1個そのさっきも言ったんですけど引っかかってるのはわざわざあの人道サイドだったのに白角を作るかっていうのはちょっと気になってる部分ではあるんですけど、まあ一応投票はカオルさんにすみませんが入れさせていただきます以上です。e d さん はい、えっ、ー、と、もう、あの、例の結果が出て確定したので、まず、カオルさんに入れますが、えっと、僕の一応、僕、今日噛まれる可能性も全然ある、あり、あり得る、まあ、ない、あんまないとは思うんですけど、えっと、あり得るので、一応言っておきますと、えっと、明日僕、まあ、もう、僕皆さんほぼほぼ、あっちさん、かんなさんのどっちかに、えっと、一郎でもほぼ終わりです。で、えっと、 それが明日以降続いたら最終的に淳さんを疑ってください。以上。岩渕さん。私、カオルさんが釣られていい対象にして強人なのかなってちょっと読んだりとかしてます。なんで、ちょっとわかんない,わかんないけど、ちょっと私、DD さんに投票しようかな 思ってますうんはいはい DD さんが全く見えないっていう DD さんは今2かなあごめんなさいはいはいあっちーさんあのねえっと DD ってかはえっと薫が強人だと思ってたけど薫が強人だったらこれ DD さんが王オなんですよ DD さんがオオカミ全然見えなくてやっぱり死んかなって思うんですよねなので薫に入れますすいません淳君はいもう決まっちゃってるんで意味ないんですけどまあ結果から言うと薫さんに入れますで僕が今日多分死ぬと思います僕アーマーに見せかけて本当にキスだったんですよだからあ,あのただ ととしては岩渕さんを本当に今日守るることができるのできの、えー、もう一回岩渕さんの結果を見ましょう。で僕が死んで、えー、その後の話をしますね。アッジーさんカンナの順に釣ってくれたら僕は村人陣ーに勝つと思ってます。ただそのままローラーは仕切ってください万が一があの怖いので <laughs> ディリーさんが本当にこれで自分だったらめちゃくちゃ怖いのでローラーは絶対に仕切ってください。お願いします。多分ん僕今日します。以上です。これで以上ですよね。 はい、はい、じゃかおるさん、はい、ユニコーンどうぞ。はい、ごめんなさい。えー、っと、そうですね。ローラーは仕切ってもらうと良いかなと思ってます。あと、岸さんが本当に暑さなんだとしたら、矢口さん守れるのでいいかなと思います。以上です。はい。 ではカオルさんは以後、幽霊となり話すことができません。では、再び恐ろしい夜がやってきます。あ<ー笑>あ、士いるかな騎士分かってるかな俺のことは持ってくれるかなこれ、グッジオブ出したら名前増えるんだよ。 大丈夫かなこれで岩部さん噛まれたらこれがさ余裕で見破られてて岩部さん噛まれたら俺超ダサいね生き恥をさらすことになる俺神に来いそして騎士俺を守れ騎士生きてたらいいな騎士噛まれたりして死んでねえだろうなどうなんだろう浅井さんあたりが騎士で俺を守ってくれたらかなり珍しくいい連携取れるんだけどないつもね浅井さんと村同士で殴り合ってるからあー一回はまだ助けてるそうだね 本物騎士誰なんだろうね。さっぱりわかんないね。騎士だったらもうカンナとアッジーさんの中で騎士がいたら出てきてほしいけどね。でもここでグッジバ起こしたら俺のアーマーがめちゃくちゃファインプレーになるんですよ。刺さるんですよ。でももしかしたら本当に岩渕さんを守り行ってる可能性もあるから。いや、人狼にそれお前見破られてんだらってし、お前見え見えだよって思った騎士がいたとしたら、お前のそのポンコツのアーマーで見破られて岩渕さん買われたら元も子もねえから俺は岩渕守るぞっていう、それもそれで全然ありだから。 でも俺が噛まれたら、俺が人狼じゃなかったっていうのはもう全然わかるから、ああまだったんだねあれで、多分あの残ってるメンバーからは汲み取ってくれるとは思うよ。<laughs> これ DD さん人狼だったった結構きついんだよね。さあ行ってまいる。はい、ただいま。おはい、ございます。はい、ございます。ございまございます。まだ揃ってないですね。 ミュートなってたおはようございます中国ルームが盛り上がってるパターンかもね帰ってこないからまあ進めちゃっていいですよあれもういるよねみんな生きてるとねはいどうぞはいじゃあおはようございますおはようございます本日の犠牲者はアツくんですあちらアツシくんはいご幽霊といい仕事したいい仕事した俺めっちゃいい仕事した嘘でも岩口さんを生かしたぞ めっちゃいい仕事した。で<も>めっちゃ優秀な村やん、俺。レしい結構聞いちゃっても。えー、黒でした。D、そこれで,ローラーしこれで。これでローラーしなくていいんだよ。俺のおかげだぞ。ああ、よかった <laughs>。あとは、えっと、安定結構ファンプレのために僕を最初、僕、強人の可能性残ってるんで。 僕を行くことに関しては、村の判断に任せますい結果聞てなかっっとりあえず結果を言うと、カンナさんが白です。ダッジさんだ、ダジさん。もうだから一けますね、多分僕ケアするかどうかっていう。いやー、しなくていいと思うけどな。まあ一応してもいいけど。僕を死んだと置いてくれるのであれば、あ、でももうケツ。いや、ローで出ないでしょ。カンナさん、ローで出ないよ。 が白はい、なのでもう結論が出てます。はい、えっと、僕の中ではもう残りがアッチーさんしかいないので、ですよね、アッチーさん言って終わらなかったら DD さんもいもし、それで終わらなきゃ、DD さん。あれ ?D さん固まった。いやー、これ、俺、ファインプレーしたな、嬉しいなー。ま<た> <laughs> あれえ何どうした俺もどうしたどうしたなんだこれあれなんか急に落ちた。 みんな落ちました。み落ちました。あ、みんな落ちちゃったじゃあよかった。大丈夫ですか？議論一瞬止めてほしい。大丈夫？大丈夫ですか？タイム止めて。タオさんがさっき苦労だったから、えっと人狼が一人。村としてはもう十分相当した。名は足りるのか果たして。足りる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 よイバさん。で、えっとカンさんが白でしたっけ？まあでも DD さんを新党置くならば目線はそうなります。そうですよね。うん。私の目線は。 標人いないから僕を釣ってもらって僕占いの人全員ってもう白角が相当いるんですよ相当というか赤井さんとヨシさん白角でで吉谷さんとカンナさんが信じるかどうかなんですけど僕白出してるんでだから別にもう反論がないはずというか。にしか もうあっちさんだええ、a 1やわんなくても僕が人狼ってことそうそう人狼、に人狼だそう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 。dg がそんなヘマが計算するわけないから僕はさんが真の予言者で dd さんが裏切り者っていう可能性はあってそうすいませんでもでも主要ある役連れてるからでも僕はあって狂人なんで別にあの枠として残す、から枠として残すことってあり得るのかなないの dd さんあのもし DD さんが強人だったら今日あたりなんか黒とか出しても良さそうですよね。うん、そう思います。えー、DD さんしかないよ。僕が強人だったら積んでますね、逆に。積んでる積んでる。うん。うん、やっぱきょあの、強人者じゃなくて強人だから、DD <laughs> さんが裏切り者でもそのオカミを知らないから、結構その。<laughs> リスキだからアッチーさんが本当に怖いかもしれないよりアッチーさん怖くて弱くて弱くて弱くて僕の占いが本当かどうかはどうでもよくて自分が僕僕が占った人が自分がその占いが当たってるかどうか問題なんですよだから当たってたら僕が狂人で嘘ついてようがなんだろうがもう問題なくてえっアッチーさんが黒だっていう結果は僕はもう完全に確定していて他の人たちがそれを信じるかどうかアッチさん話した方がいいですね さっきからずっと喋らせてって言ってるんですけど、<laughs> すみません。あの、えっと、その今の、えっと、話の流れは、えっと、DD さん目線の話なんですよ。で、私、今も DD さん目線黒が確定したので、あの、黒じゃあ、ヨウムさんに見せて欲しくて,欲しくて。黒っていうか、要は強靭ってことですよね。そう,そうです、そうです。はいはいで。だから、えっと、ローラーを冠水させてください。い だと岩渕さんを破綻させなければ別に大丈夫です岩渕さんを破綻させないとその意見は取らろう、えっと、まあ最悪のリスクケアで僕釣ってもらっていやないんでえっと僕目線で言うともう狂人もいないので明日市民3票のはずなんですよなので,で、ね、はいだから縄は足りるってことですよね今ローラス基本足りるはずですね。これマジでやべえらか一人がな,をしな,いな,いないけどねがいろ縁 dd 人狼だったらマジでやばい <laughs> えっとあだから と,とにかく今日占い釣っ,ったとしても明日はもうほぼほぼアッジーさん釣られるのでアッジーさん頑張らないといけないんですよどの道。うん、あの霊媒師をここまで生かしたことに俺は充実感感るほぼほぼカンダさんの可能性がありますよね。いや DD さんが白。いやないです僕白だし。ないないああ<ー>その人狼のってことですか。 アッジーさん目線だとそうなりますよね。じゃあ、アッジーさんは。DD、うん、さんが偽物なら、あれだよ。中地さんが本物だから、中地さんが白を出してるところ以外は全部オカミの可能性が出て人狼が一人も出なかったってなったから、アッジーさんのその視点だと数が合わない。うん、昨日までずっと DD さんが本物だと思ってたんで、今も黒をしかいやあな,なごめんなさい。えっと、1個言うと、えっと、えっと、カンナさんが黒の可能性があるんじゃなくて、て僕が強人だとしたら、ヨシアさんが黒の可能性があるんじゃなくて、な、う、人、ん、だとしたら、友人 だから、ヨシアさんとカンナさんはあるけど、あさイさんもね、あさイさんないです。全然止めないよ、あお、イさんはないです。あさイさんはないです。あさいでいでいいですか止めてください。とりあえず、ローラーしましょう。もちろん。まあローラー、まあまあ、ローラーでもいいよ。あれ、あっ、チャット順が消えちゃっとる。あら。 あそっか一回落ちたからかあ,あ、自由投票でもいいんじゃないかちっっえっと私が噛まれたんで九十さすがカンナ全部飲まってるから 2> 2<番>カンナ全部飲まってるんだよヨシさんからヨシアさん,からア,さんアサイさんイアッジさんはもう破綻しまくってるから黒角ですこれカン あそうだ淳は分かっていくからな、はいえーと。今日はまあローラーということでケアなので、えー、すいません DD さんに1票入れさせていただきます。このままだと本当にラストウルフとしてえとアッジさんに向かざるを得ないので、まあ、ちょっと DD さんがまあどこまでこう本物占い師かっていうのは置いたとしてもやっぱちょっと白んなのでちょっとそういうもう 最高になるかなと思うので、ちょっとアッジさんに頑張っていただきたい。特に黒予想は、そうですね、俺もちょっと初日からとかも考えて探していきたいと思いますので、とにかく頑張っていただきたいと思います。本当に。うん。以上です。いや、おかしいんだって、レバー1してるから、黒1個立ってるから、それ。DD さんに入れます。でああ、まあそっか。これはさすがに DD さん入れない。アッジさん、破たします。 んさはい、私も d. D. さんに入れますて、明日。いいまあ、おそらく来て。まあ、誰。そうですね。うんと、と誰かが噛まれると思うんですけど、あっち、ね、アッチーさんは残ると思うので。あっちーさんでいいかなって。俺,って俺がいい仕事したの、気づいてないだろう。俺、はいい仕事できたよ。以上です。 岩さんここまで生かしたぜ俺いい、はいえー、と僕はもう結果出てるので、アッチーさんに入れます。で、一応意見だけ落としていくと、えっ、ー、と、アッチーさん僕、結局、えーと、僕に1票入れたっていうのが間違いじゃなかったんだなっていうところの一つと、えっ、ー、と、あと一つは、うん、ええアッチーさんに、 まあちょっとアドバイスって言うとすごい上から目線になっちゃうんすけど <laughs> 多分昨日は淳さん髪じゃなくて僕が白先出したところに噛んだ方が淳さんを人狼に置けたと思うよってことぐらいですかねこれ、ねうん、を騎士だと思っ,ちゃったら目で見てもらえればいいそうやね確かに浅井さん髪とかの上から岩渕さんまあとりあえずローラしたいんですごめんなさい DD さんはあのローラなんですけどあの僕一人黒出てるんで白は確定ですでまあ そうですねもう疑い先的にあっちーさんしかないんであとまあ次の話し合いでみたいな感じですかね <laughs> はいすいませんお願いします <laughs> <laughs> はいえっ、ー、と DD さんに投票しますでこれは多分私残されてで私をオオカミにされると思うんですけどこれで明日た井ささんが新騎士でーー山内さんで愚痴を起こしたら超面白い <laughs> なので DD、えっと、<laughs> さんが強人の場合は <laughs> カンナさんとヨシアさん、狼ありえますよ、皆さん。で、な,なぜかあのヨシアさんが私に頑張ってくださいっていうのはちょっといまいちずっと腑に落ちないんですけど、投票は DD さんで。これでカンナ、ヨシア、浅井、誰かが騎士で、<laughs> 岩渕さん持って、グッチを起こしたの、超見て、<え>だとしたらもう、<laughs> もうやばいよ。 <laughs> はいですね。はい、じゃあ TD さん有効どうぞ。はい、えっともう大体言ったので特にないです。一応念押ししておくと、っえっと、すが岩渕さんと浅井さんはほぼほぼ白隠してます、ね。で、淳さん死んだことからしても棋<ー>士はかなり死んだったはずなので、えっと吉谷さんとカンナさんの表しだになるんですけど、え,えっと、この二人が間違いまあ死ぬのかしないのか分かんないですけど、えっと、このかしかんないですけど、えっと、この 朝から、えーま、姉妹人ろか。姉妹人ろか。<上>いいですね。すみません、ちょっとブレイクアウトルームも消えちゃってるので。えー、っと、ちょっとブレイクアウトルームの名前はちょっとあれなんで。あ、そっか。昨晩岩渕守ったしはありけど、みんな。確かに

俺がむ村だって知ったらあっちさんムカつくだろうな。うごめんね、だまして。とりあえず死にまーす。村もね、<laughs> 村もこうやって嘘つく時があります。いや、ディディ、いいよかったよ。っっ素晴らしいで。あれここ天国部屋あれあ、ここ天国か。 あ、ここはね、ちょっと残しちゃった。あ、ここ天国か。天国がここ天国。いや、DD さん、すごいね。よかったよかった。いやいやいや、素晴らしい。淳さん、噛んだ時点で確定しましたもん。でも、俺、騎士じゃないですよ。えそうなんだ。ーマーです、あれ。SD さんでしょ、騎士違うそそそうううあ、SD さんか、やっぱ。よかった、嘘ついておいて。DD2S。いやいやいや。姉妹人狼か。 シマイジンか、カオルさん。いやー、やー<う>ワンチャン DD さんが強靭であってくれって思ってたんですけどね。うん、一応、<な>完全フラットで見ると、アサイさん黒るの可能性もまだあるけどね。あ、まあまあまあ、あそうなんや。でも、うーんだかあの中地さんがシあ、そっか、そっか、かか結論として、厚ツさんが偽だったからそうなんのか。まあまあまあ、うしの占い師だったから。嘘つけ 中島さん死んの占い師の場合はだから淳さんはアーマーだったねっていう風な見え方ができてです、ね、俺めちゃくちゃ死んでしょあそっか騎士いなかったんかわよかったなおさらよかった俺あれやっといて淳さん完璧な動きですよありがとうございますえすじさんかやっぱえすじす、そうね騎士がいたら俺守ってくれてグッチュボキなんかいと思ったけど俺騎士だよすげえお前巨人だから何にでも言えるんだ <laughs> <laughs> あれあ、あ戻ってきた 変なこと言いことだない。あぶね。エスジに褒められちゃった。ギャルエスジに褒められちゃったよ。嬉しいですね。姉妹イジーった西でやったときも姉妹イジーので確か負けちゃってたな。おはようございます。一番の犠牲者は浅井さんです。なんで岩部さん構わねえのどうしたあっち。岩部さん生きてる。最後までレバー生きてるよ。そんなことある よございます。よございます。よこ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 ざいます。よんざいます。よこ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 ざいます。よ。よこざいます。よこざいます。よ。 中地さんが真。で、薫が、えー、人狼しかないんですよ。しかないわけじゃないけど、しかないか。で、そうなると、えっと、さんとカンナさんが人狼の可能性があるんですよ。で、えっと、シ谷さんとカンナさん、私目線人狼の可能性があって、で、私を残して、私を狼に仕立てようとしてる、どちらかが。 っていう考えも入れていただかないと、村が負けます。まあ、なので、僕とカンナさんの黒要素とか上げないとまずいですね。えっと私、私ヨシアさんは前から言ってて、ちょっと忘れちゃったんですけど、えっと。なんか、あの、昨日も、その前の。 時からも、吉しさん、あのちょっと疑ってるって、あの、すいません、間違えて最代、最初は、岩渕さんですって言ったんですけど、岩渕さんで、霊媒だったんで、失礼しましたっていうのと、でその時に、吉しさんが一番黒いですって、今のところ言ったんですけど、んちょっとそのときの、ちょっと、そので昨の、ちょっと、私に頑張ってほしいって言ってたのも、ちょっと、あんまりふに落ちてなかったし、要は村、村じゃない村であれば、もう、めちゃくちゃ、多分もう、かなさんとか、僕とかも、もう、 アッジーさんに多分入れようがないんですよ。うん、結構、うん、入れようがない。あああアッジーさんにしか入れられないんですよね。ほぼほぼ。もうカンナ分かってる。見えてる全部見えてる。てるえっと、そしたら、えっと、これで外したらもうカンナです。DD さんの超人の線をあの出すかにしないと結構多分ね僕はもう DD さん本物だと思っちゃってるのでだったらもうカンナさんも普通に白くなっちゃうんですよね。 えっと、カンナさんとヨシアさんがそう言ったとしても、私は2人が狼目線があるので、私としては、あのー、なんていうんですかね、えっと、別にどの占い師からも黒を出されたわけじゃないので <laughs>、えっと、ヨシアさんから見ても、多分カンナさん、人狼あり得るし、だから頑張ってほしいっていうことを言っただから今頑張ってます、頑張ってます。なので、えっとカンナさんに、カンナさんは1回も私ちょっと黒く見たことはないので、えっと、ヨシアさんに今だったら投票を。 えっと、ヨシアさんが、えっと、なんだったかな、ちょっとね、ほんまにごめんなさい。えっと、その、グレーの中から一番黒いですって言った時があったんですけど、ごめんなさい、ちょっとタイムイーターになるのでやめときます。忘れちゃったんで。っていう感じですかね。なので、強靭要素。DD さんの強靭要素。うん。ヨシさんが間違えなきゃ大丈夫よ。なので、あとはもうちょっと、岩渕さんとカンナさんに、大丈夫よ。 頑張って。えっ、ー、っと頑張ってじゃあ、いいですか。はい。では、えっ、ー、と作あ、えーと、釣られたのが浅井さんなので、吉谷さんからですね。<laughs> そっか。うん。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと僕の方を黒クロックしていうふうに、あ、いいですか。一斉、はい、か。 あでもごめんなさいき、取り決めしてなかったんで、まあ、順番で。まあ何でもいいよはい、さんえっと、いいよ間違いいいですかはい君だよあ。はい。えっと、ちょっと、まあ、僕に、アッジさんがちょっとこう、黒いということで、話はしてたんですけど、それはそれで、なんか明確な要素を上げてほしかったかな。なんうん、僕はもう本当にその村で、ね、うんだ、結局、強人、えっと、アッジさんが僕をこう、えっと、 人狼と見れるときって同じ強人目線のときだと思うんですよね。でそうした場合、カンナさんとかに向けなきゃいけないんですけど、もう今日の段階でそれってかなり追えないんですよね。なかなか難しいのでいい、ね、僕はアッジさんに1票入れます。はい。ラストオールファイター。はい。えー、っと、私最初、その結構 DD さんをかなり黒で見てて疑ってたんですよね。でもあのー 考察とかいろんなことが全部的確だったので初日に私、DD、うん、さんに入てるんですけど最終決戦じゃ外してるんですよで、二日目もちょっとやっぱ怪しいなと思ったけど多分新芽でも見てるんでごめんなさい、うん、あっちぃさんにしか入れようがないんで素晴らしいすみません、あっちぃさんに入れさせてもらいますさす,さすがようやったはい、じゃああっちぃさん 私はさっきも言った通りですね。っえっと、アサさんよりもヨルビスさんの方がマシに来そうと思ったのか。ちょっとどうかわかんないけど、えっとやっぱり黒いのヨルビさんで私を残して、<laughs> てえっとオにしたってあげて皆さんに投票を誘導する形にしてると思います。えっと黒要素が言えなかったの本当に申し訳ないです。以上です。黒要素ないんだよ。マジないんだよ黒要素。はい。投票は。

はいいじゃあアーさんお願いしますカンナ素晴ららししいいいぞお前のの判断ははカンナナさんがが人狼ばくくめなても以上じゃああ勝ちですすイスナイス素晴らしい よよや<ー>やったよやったた <laughs> もうこれで外したらカンナもう破門だって俺コメントしてたからね。<laughs> うん、よかったよかった。